月刊ゴールキーパー特別企画、元サッカー日本代表にあれこれ聞いてみた。ということですね、本日は、はい、本並さんと佐藤さんにですね、はい、もうサッカーやら何やらもうプライベートやらもう何やらいろいろあれこれですね、根掘り葉掘り聞いていきたいと思います、はいはい、まず初めに、はい、もうあの昨シーズン引退をされたということで、はいはい、もう6ヶ月くらい経ちましたかね。でも21年という長い、はい、長いサッカー人生でしたが、はい、もうそんなね、はい、さらっと振り返るもんじゃないですけども、はい、いかがですか。いやもう本当にあの、まあ、子供の頃にプロサッカー選手になりたいっていう、まあ、本当に J リーグを見て育った世代じゃないですか僕ら。私たちあの同い年なんですよね、はい、あの開幕の、うん、あのに行ったりとか、はい、すごくなんか同じ時代をそうです、ね、こうだからすごく嬉しいです。はい、はい、自分がこうまずプロサッカー選手になれると思っていませんでしたから、うん、まずプロになれて21年という長いこう時間この場でやれたっていう意味では、うんまあ、すごい幸せだったなって思いますね。でも佐藤さんってもう得点王もね数知れずだし、はい、J リーグ最多ですよね。そうですね、あの J1、J2 合わせると、はい、歴代1位ですよね、はい、カテゴリー含めないと220得点、J1、J2 で220でプロだと276なんですよ。やっぱ J リーグの得点だけ言われるんですけど、はい、僕カップ戦とかも取ってるんで276っていうのはもう少しなんか表に出てほしい。いやそうですね、ウィキに書いてきます、はい、じゃあウィキに書いててください。書いてきます、はい、ちょっと軽い自慢でしょ、はい、もう出るだけでもすごいと思うんですけど、うん、これだけこう得点を重ねると自分がプレッシャーって感じないんですか。こう点を取った時点でこの点はもう過去のものなんで、うん、もう次の点を取るため の準備をしないと、なんでゴールは嬉しいんですけど、そのゴールの喜びに浸っているともうすぐ取れなくなりますから、うん、だから次っていうゴールへの欲を持たないと多分取れないですね、はい、貪欲に次、はい、なんかあの聞くところによるとサッカーを始めたっていうのは3歳くらいというか、そうですね、僕双子なんですけど、はい、父は野球やってたので、うん、ただ2人で遊ぶと、まあ、ボールとバットとグローブ必要じゃないですか、はい、でもサッカーとボール一つで2人で遊べるんで、うんうん、ボールをプレゼントしてくれたと思うんですけど、あそこからもうずっとサッカーが好きで、うん、それでいつ頃からこう自分がプロになりたいなっていう気持ちが芽生えたんですか。なりたいなと思ったのは本当に小学校6年生の時に J リーグがスタートして、うんまあ、やはりそれまではまあプロがなかったので、うんまあ、漠然とサッカーやってましたね、うん、なので本当に小学校6年生の時に J リーグを見てJリーガーになりたいと思いましたね。あの史上初の双子の現役時代ずっとやられてきたっていうのはどういう気持ちなんですか。でも戦友ですね、うん、同じクラブで一緒に、まあ、プレーしてっていうのはなかなかなかったんですけど、うんまあ、それぞれのクラブで離れているからこそいい形で刺激もし合いましたし、うん、同じタイミングで2人がこうスポットライト当たるっていうのがなかなか限られていたので、まあ、そこだけは若干、うんまあ、悔しい部分はありましたね。そう引退されるときはご家族だったりとか言ってたんですか、はいまあ、常に兄には相談しましたね。兄が引退する前も相談を受けてましたし、いろんなものを同じこのプロの世界にいたからこそ、まあ、理解し合える仲かなっていうのは感じますけどね、はい、コンディション的にはプロの世界でやれる怪我もなかったですし、ただお互い選手としてクラブに貢献できているのかなっていうのはその時期やはり感じていた部分だったので、長くやればやるほどもちろん若い選手も出てきますし、実際本当にピッチまで貢献できてない部分もあったので、どこかで自分たちで決断しなきゃいけないねって話はずっとしていましたね、はい、佐藤さんのブログを拝見した時に、はい、あの皆さんの各クラブへの、うん、あの感謝の気持ちだったりをすごく述べられてて、はい、すごくあったかい方だなって思ったんですけども、うん、名古屋の時の楢崎選手の、はい、あの名前があのブログに書いてあったんですけども、はいはい、楢崎選手との思い出っていうのがあるんですか。最初僕が日の丸つけたのが2006年なんですけど、代表でゴールキーパー務めていたのが、まあ、楢崎さんで、まあ、多分その時はサブの立ち位置で代表にポッと入った僕に対してすごい優しく接してくれて、まあ、僕も優しく接してくれていたんで、あこの人をいじっても大丈夫なのかなっていうふうに仲良くなればなるほど思って、まあ、そこから本当に一緒にやる機会が増えてすごい仲良くもなりましたし、まあ、実際自分が長くプレーした広島を離れ決断をしたあの2016年の時も、まあ、楢崎さんがずっと苦しんで名古屋で、まあ、J1 の残留争いをしていて、まあ、結果的に降格してしまったのを見て、
まあ、僕はフォワードなんで前の位置でやっぱりゴールキーパーの選手を支えたいなっていうのがあって、まあ、一つ楢崎さんがいるっていうのもあってグランパスへ移籍を決断しましたね、はい、やっぱりこうフィールドの選手ってすごい走る量も多いですし、ただキーパーの選手だとなんか芝生の上に寝たりなんか転がったりなんかいろいろ走ってないなっていうふうに思っていたのでグラウンド上で寝て起きてそれだけでお金もらえていいですねとか言っていたので、本当はキーパー練習が一番体にしんどいのは僕らはやっぱりフィールドの選手も理解しているので、やっぱりこうハードなトレーニングしてますし、楢崎さんをいじんなきゃいけないなと思って常にそれは言ってましたね。めっちゃ仲いいですよ、はい、ずっと出続けた人でもいつか辞めなきゃいけない決断をするっていうところで、僕はすごい現役を続けてほしいって思いがあって、ただやはり楢崎さんもいろんな葛藤がありながら、僕も楢崎さんもお酒を飲んで酔っ払って僕は一回楢崎さんの頬を叩いておい楢崎やめるなって言った感じで叩いたんですよ。で僕もそこでもう寝ちゃって、後輩にタクシーでのあの乗っけてまた帰ったんで、叩いたのだけ覚えてるんですけど、次の日にもすぐ謝ってで、まあ、昨年僕が辞めるっていう決断をして楢崎さんに報告した時に一発頬殴らせろって返ってきました。なんで今ちょっとコロナ禍なんでなかなか会えないんで、このままちょっと距離を置きながら殴られるだけはちょっとセーブしようかな。ゴールキーパーのイメージってフォワードの佐藤さんから見てどんなイメージなんですか？ポジションが一つしかないので、これはあのいい意味でですよ、あの変わり者が多いなって、うん、いや変わり者が多いね、いい意味です。常にこう自分と向き合ってるというか、うん、トップレベルでいけばいくほど、うん、やっぱり常にこう一つしかないポジションに対して自分に矢印を向けてこうやり続けてるなっていう、うん、まあ、いい意味で変わり者というか、ね、変わり者です。本並さんも最初すごい派手でね、そうですね、もうとにかく今回何色着てくるんだろうとか、どんな色なんだろうとか聞いた話だと、なんか竜でしたっけ、竜とか般若のあれを提案したんですよ。提案したんですけど、いやいや却下されました。般若はダメキーパーってあんまり目立たないし、僕らの時でやっぱりなんか 3K で汚いきつい怪我をするので、いやそれはないです。そういう練習でね、練習でそういう、ね、そういう感じがあったんで、やりたがらないんですよやっぱ子供が。もうなんとか子供に楽しいよキーパーはっていうのを見せたかったんで、うん、より派手にしたんですけど、目立ってましたね。でもなんか見つけやすいなって感じがしましたけどね。選手的にどうなんだろう、キーパーの位置分かりやすいです。そうですよね、だからなんか、ね、狙い定めやすいなっていう感じがしましたけどね。確かに本並さんから見て、うん、このキーパーすごいなって思う選手、キーパーですか、はい、JFL で入ってきた時の松田のディドハーフが一番初めに日本で、はい、あの外国人のゴールキーパーがやったのが彼なんですよ、はい、で僕より大きいんですけども、なんか大きいんですよやっぱり、すごくゴールマウスに立つと、やっぱり日本人と違うなっていう感じがやっぱりすごく持って、シュートに対する反応だとか、まあ、センタリングだとか、そういう状況判断だとか、あと持ってるモチベーションが全くやっぱり日本人と違かったんで、オランダのアンダーかなんか入って経験もあるみたいなんで、これやっぱり世界のゴールキーパーだなっていうのがすごく印象にありますね。やっぱ違いを感じた、違いを感じました。日本人と全く違いましたねやっぱり、へ、うん、まあ、その後いろいろね外国籍のゴールキーパー入ってきてますけど、はい、そうですね、衝撃的でしたねやっぱり、うん、佐藤さんから見てすごいキーパーっていうのはどなたですか？一緒に名古屋でプレーした楢崎さんは、うん、僕がこう現役時代一番こうシュートを止められたゴールキーパーがデータ上楢崎さんなので、まあそういう意味ではまあ楢崎さんと対戦する数がもう少し減っていればもう少し僕の得点も増えていたのかなと思うと、それは印象に残ってるの、やってみて。いや残ってますね、やっぱり止められたなっていう。ただ一番決めてるのも楢崎さんなので、まあそれだけ対戦してるっていう、まあそれだけ多分楢崎さんがずっと出続けてるんで。一番注目しているゴールキーパーですか？対戦したっていうことはあると、権田選手は今はそのチームは結構攻められる機会が多いので、でも彼がゴールマウスに立っていなければ多分もっと失点の数って増えてると思うので、それだけシュートストップは素晴らしいですし、あと若い世代でいうと、まあ、浦和レッズの鈴木財音選手は、まあ、高校生の頃から見たり実際キャンプで練習試合として対戦もしましたけど、体のサイズもそうですし、まあ、世界基準のゴールキーパーが
現れたなっていうのは感じますね、はい、キーパーってなんで怪我しないんですか、なんかやってるんですか特別に。いやキーパー怪我すると大怪我になるんですよ、やっぱりこう半年1年くらいの怪我になってしまうんで、どうしても怪我してもやり続けるんですよ、はい、でポジション取られるのもすごく嫌なんですよ、はい、1回取られるとやっぱ出れないんですよ、復帰しても指の骨折であるとか、はい、あの甲の骨折で もうずっとやってましたから、だからその辺で怪我に強いんですかね。本並さんもだって腎臓破裂して、あ、そうですね、結構すぐ復帰されましたよね、半年ぐらいで、はい、ポジションなくなるんでやっぱ早くやらないとっていうのが、あ、そういうなんか危機感とか責任感みたいなのは強いんですかね。僕はキーパーやったことが実は1回だけあるんですけど、遊びで中学校の時に、あの体育の授業で、はい、ちょっとキーパーやってみたいなと思って、うん、ゴールマウスに立ったんですよ。でも PK をセーブしようと思って横飛びしたら、はい、ボールがポストに当たって跳ね返ってきて、この小指に当たってあの骨折してそんな遊びで、はい、なので、でそのまま授業途中でしたけど、うん、病院に行って、あの直してもらったんですけど治らなかったです、はい、曲がったままなんで、そのたった1回たった1回です。デビュー戦が僕骨折っていう逆に良かったね逆に良かったですね逆にね、キーパーやんない生半可にやっちゃう、キーパーなんかこういう感じなんですよ、こう指をねこう曲がるんですよ、はい、こういう感じで、はい、外に全部行くんで、はい、突き刺さるんですよ僕らの場合地面に指がズボッとなってこうするんで、全部この指逆向いてるんですよ、たまに。それ恐怖ってないんですか、その後なんか同じ場面に来た時に一瞬よぎったりしませんか、はい、あの大怪我した時、あの腎臓のやつの時はあったんですけど、その他はないですね。逆に体にどっかに当たらないと入ってるじゃないですか、ゴールマン、はい、だから逆に不安です、そっちの、はい、なるほど、ちょっとやっぱり変わってるんですよね変わってますね、変わってますね、変わってますね。今後の活動としてはこう夢だったりとか、はい、なんか今あるんですか。まあ、今あのサッカーを伝える側として解説とかもちろん指導の現場出させていただいてるんですけど、やはりまあストライカーとして自分は育てていただいたので、やはり日本人のストライカーをやっぱりしっかり育てていきたいなっていう部分もあるので、まあライセンスも含めてしっかり勉強して準備を重ねていきたいですし、ずっとサッカーの世界でやってきてるので、まあ、またしっかりサッカー界に貢献していきたいなっていうのは感じますね、はい、やっぱりキーパーとフォワードって日本の弱点みたいなことをずっと言われてたんで、代表でやった人が引退した人が教えてくれた人がやっぱりリアリティあるんですよね、やっぱりキーパーにしてもそうですし、楢崎とあの吉勝がやっぱり教えてるんで、リアリティがあるんでやっぱり吸収するのはやっぱ早いですよね、選手としては。そういう人がどんどん教えてもらわないとやっぱりいいフォワードストライカーもできないですし、キーパーもできないっていうのもやっぱあるんですよね。やっぱあの現場をしっかり知っているというか、あの熱量とか、ね、うん、その空気感を知っている人が教えていただけるっていうのはすごく、ね、うん、ありがたい。スペシャル的な部分ですかね、この2つは、うん、そうですね、キーパーとフォワードっていうのは、はい、うん、本並さんから見て佐藤さんって、いやいやでしょ、僕一回記憶にあるのが、うん、僕一緒には多分対戦してないんですよ、はい、だから背後から来たボール、ロングボールからミドルボールから来たボール、そのままダイレクトでシュート決めたんですよ。ありましたよね、はい、ありました、すっごいシュート、はい、トス戦ですかね、トスからバーってきて、逆サイドにドライブ、そう、そのままそれすっごい覚えてるんですよ、はい、だ抜け目ないあのストライカーすごく嫌なんですよ、やっぱり、うん、アップしてる時たまによく見てくるフォアでいるんですよ、フォアで僕の動きをずっと見てるんですよ、はあ、すっごく気になるんですよ、はい、それは何ですか、あのその見てるんですか、見て盗んでるんですか、どっちが弱いのかなとか、ハイボールはどうなのかなとか、あ、なるほど、右左どっちが弱いのかなとか、そういうの見てると思うんですよ、分かんないですけど、うんうん、どうですか、僕はウォーミングアップよりも前に見てますね、もうその試合の映像とかを、うん、あ、いろんなプレーを見て、研究をされて、はい、まあ、やっぱり前に出てくる選手なのか、うん、どちらかというとゴールマウスをしっかりこうポジションを取って守る選手なのか、まあ、左か右どっちがまあウィークがあるのかっていうのをやはり頭に入れて試合に臨みますね、うん、はい、なんか佐藤さんのイメージってポジショニングとにかくうまいですし、うんうん、そしてフェアプレーだなっていう、すごく、はい、あの紳士的なすごく、うん、あの素晴らしい動きをするなって私は思うんですけども、うん、本並さんから見てどういう、揉めたりというのはあんまりないです、試合中も、うん、なんか、うん、スッとシュート決めてスッと次のボールをまたまたパッと決めて、そうそう、また戻る、そうそう、仕事だけちゃんとしてみたいな、シュッとしてるなっていう感じがありますね、はい、スマートな感じがね、うんうん、キーパーでもそうですけど、なんか対戦して嫌だったなっていうか、すごいやりにくいなみたいな選手、ちょっと言いにくいかもしれないですけど、キーパーですか、はい、キーパーで、でも吉勝さんと楢崎さんとその同世代
だったら、まあ、僕広島時代に一緒にプレーした下田さん、うん、あの今代表のゴールキーパーコーチやられてますけど、やはりなんかこの3人は僕はやっぱり対戦していたので別格でしたね。何が違うんですか？そのなんかもう自分の中では入ったろうなと思ってるシュートがことごとく止められてしまうので、その自分のやっぱり想像を上行ってるので、まあ、次対戦するときには自分もさらにその上を行かないと、まあ、こういった選手にはこうゴール奪えないんだなっていうふうに感じさせてくれますし、まあ、それはもう広島時代あの島田さんは最初僕が行った時に正ゴールキーパーだったので、まあ、シュート練習やってもほとんど入らなかったですし、ファーストインパクトは非常に大きかったですね。はい、本田さんから見て、うん、苦手な嫌だなっていうフォワードはフォワードですか？ゴンとかですかね、中山。体ごと突っ込んでくる選手すごく嫌なんですけど、怪我したくないとか全く関係なく飛び込んでくるんで一回ここ顎切ったこともありますよ、接触して塗ったこともあるんで、もう飛び込んでくるんですよ、あのゴブゴブのボール全部、うん、そうすっごく嫌です、ああいう選手やめてほしいです。逆にフォワードとしてどういうフォワードが、はい、あの現役時代か、このフォワードはすごかったなと。あの僕広島時代に一緒にプレーしたウェズレイはすごかったですね。どういうところがシュートの技術が高い選手は僕は同じストライカーとして一番リスペクトするので、うん、まあ、そういった意味では本当にウェズレイは一緒にやっていて、うん、いろんなシュートの技術持ってますし、まあ、狙ったところにしっかり蹴れるっていう、うん、まあ、コントロールもそうですし強いシュートもそうですし、うん、僕は一緒にやった中で彼が一番、うん、はい、素晴らしいな。ストライカーって僕ら大学 J2、J3、J1 外国籍選手って見た中でやっぱりシュート技術が高いのがやっぱり上にランキングするんですよ。だから日本 J2 とか大学生はやっぱり低いんですよね、あのシュートのレベルが。だから J1 とか外国籍選手とかストライカーという選手はやっぱり逆取られるとか、あそこ蹴るんだというところ結構やっぱり蹴ってくるんで、そこの差かなという。こう試合流れはそんなに変わらない、 J2 と J1 やっても変わらないけど、やっぱりストライカーがやっぱり違うかなっていうのがすごく感じる、ね、やってても見てても、そこの差かなというの、最終的にはストライカーをぜひ作ってほしいですよね、やっぱりね。現役時代、仲良かった選手って佐藤さんいらっしゃいますか？フォワードって全体練習終わった後に居残りでシュート練習とかやるので、ゴールキーパーの選手と過ごす時間って結構長いんですよ。そうですね、はい、なんで比較的キーパーの選手とも仲いいですし、西川選手とも広島時代仲良かったですし、あの名古屋ではもうずっと楢崎さんと一緒にいたので、もう気持ち悪いなと思うぐらい、あのおっさん2人で練習後にまあカフェしてましたし、いやちょっと絵面的にないなと思いながら、あのテラスに2人で出てみたいな。あとあの若手のまあセカンドキーパーとかサードキーパーのゴールキーパーの選手とも結構仲良かったですね。やはりあのそういった選手を育てたいっていうフォワード目線もありますし、逆に自分もいろんなことをキーパーの選手から聞き出すためには、なんかすごいコミュニケーション取りやすかったので、まあ、若い選手、ゴールキーパーの選手は仲良かったですね。はい、片瀬はどうですか、日本のゴールキーパーで。好きだな、こういうキーパースタイルみたいな。いやでも川口さんが好きです。顔で選んでるでしょ。え、顔で選んでる。顔で顔もあります。あります顔もある。黄金時代というか、日本が世界で見れるようになったっていうのはすごくなんかあのイメージが、あのユニフォームとのすごくなんか残像としてずっと残ってるっていう感じ、なんかレジェンドだなっていう感じです。みんな好きですよ。そうですよね。まあなんかちょっと僕フォワード目線一つゴールキーパーの本田さん聞きたいんですけど、シュート練習やってる時に、まあ、フォワードだとちょっとたまにちょっとループシュート打ってやろうなって思う時あるんですよ。で、まあ、代表の時によし、よく吉川さん相手にループシュートするとめっちゃ怒られたんですけど、ぶち切られるよ、はい、やっぱ嫌っすか？嫌ですね、ループは。なんか頭の上越えられるのが一番嫌だし、はい、フィールだったらこうまたあ、そうですね、はい、また抜かれるとか、多分同じ感覚だいたい、もっとひどいから、ゴール入るからなんかバカにされてるって感じあるんですか？そうそうそう、バカにされてる感じあります。フォワード別にそんなことないんですけど、やっぱりでもあれめちゃめちゃかっこいいですね。そうですね、切られてるんであちょっと頭の上で来たいなと思ってループやるじゃないですか、で入るとなんか吉川さんとか結構吉川って前に出るから結構後ろが空いてるから結構入りやすいんですよね、気持ち切り替えれるんですか？そのくっそっと思うわけじゃないですか、はい、いや次来たらなんとか止めてやろうと思います。あ、逆に闘志がこうみなぎっちゃう、ニコニコするんですよ。そうめっちゃ嬉しいですよね。だから全力で止めに来てるの分かるんで、
その左右じゃなくて上ですよ。そう一番判断。